こんにちは仏壇語とドットコムの高安です。えっと今日は人形かじまいの話をしたいと思います。人形かじまい漢字で書くと二月風まわりになるんですね。でこれってよくえっ、ー、とこと先輩方と話してると。 ちょっと寒いね」とかっていう話すると「人間近じまいだね」とかって言われてるのがちっちゃい頃意味わからなかったんですね私。であのもともと私の母はもともと方言使わないうちのお父さんも方言使わないでえっと父方は石垣が発祥なので石垣でうちの父は育ったかって言ったらそうじゃなくて那覇に出てきて那覇で育っててそんなに方言がないところで 育ってるみたいなんでですね家庭的にでうちの母もえっと母の父私から言ったらおじいちゃんが県外の人間だったので島根県の人間なのであんまりお家の中で方言がなかったっていう話をした時にこの要は世の中に出て社会人になってとかちっちゃい頃周りのおばさんおじさんなんかが,人が近じまい「人形まい人形近枚」ってよく言ってたんですよ。で 今大人になって、こういう仏壇ごととか、絹冠ごととかやるにあたって、どうしてもこの旧暦。っていうのが大事だなって思って、こういうものにも、あの自分の注意をちゃんと、あの向くようにしてます。で、今日はちょうど新月始ま前の季節だねって、昨日お話ししてたので、その説明をちょっとしようと思ってます。で、あの二十四でいう啓蟄ですね。 形つっていうのが、まあ日付は固定ではないんですけど、だいたい3月5日から3月、えっと、20日ぐらいまでの15日間ぐらいって言われてます。おおよそです。おおよそ。で、今日が3月18日が今日なので、ちょうど今、形つの、形、ち、つの後半。 に当たってると思うんですけどこの新潟かじまいっていうのは、えー、と各沖縄県内の気象台とかあのいろいろ情報を出してるんですけど慶実の後半の3月15日頃から沖縄は春の荒れに入るとで旧暦の新潟かじまいとして古くからよく知られた会場で大しけの続く期間 だってていうのを言われてるんですねで今年この期間ってそんなに風強いとかあんまりなかったなって思ったら、えー、と来週の月曜日から181922日23日ぐらいにものすごい寒くなるんですよねあの20度切って最高気温19度とか18度っていう日がちょっとあの来るらしいんですけど。 もしかしたら少し時期はずれてるけど、人が近じまいじゃないかな。旧暦では2月なので、人が近じまいじゃないかなと思ってます。で、この人が近じまいって何なのって言ったら、もう昔の人の知恵ですね。昔の人の、えっと、経験、経験、知恵っていう風に私は考えてます。で、この冬から春に移行する時に、この人が近じまい、忘れびいさだねとかよく言われますね。忘れびいさ。 忘れた頃にやってくる寒さとかっていうふうに言われてるんですけどこれはちゃんとあの冬型の気圧配置が緩んだりとかしてこの通過する沖縄地方を通過する時にこの低気圧が発生後に急激に発達して移動速度が速いので台風みたいな強い風が吹き荒れて大荒れの天気になるっていうふうなのを言われてるんですね。なんんか落ちたねねででで言われてるんです、ねで あの、こういうのを、ちょっと旧暦のことに意識を向けてみると、この仏壇ごととか、日ぬかんごと,とか、とってもわかりやすくなってくると思うので、今日3月18日、旧暦で言ったら2月6日ですね。で、大体2月10日ぐらいまでに屋敷うがんやってねって言われているのと、えっ、ー、と、新暦で言ったら、そろそろ悲願に今入ってるので、この悲願の 時っていうのと、新潟近じまいと、屋敷うがんって同じ時期だなっていうふうになんとなく意識してると、沖縄の行事ごとってわかりやすくなってくるのかなと思います。で、この新潟近じまいが終わって、悲願、屋敷うがんって終わったら、いよいよシーミーの季節に突入すると思うので、シーミーから、えっ、ー、と、シーミーうまちお盆ってなんか一気にドドドドド,ドッ ってくるんですけど間にあのカシチが入ったりとかいろいろやるんでまたあのそれは別の動画で説明したいと思いますなのでちょっとこのここ数日は人が近じまいちょっと意識してみてこの春のあれをあの体感というか体験というか体で感じる感覚で感じるみたいなのをあの知っていただきたいななんかわかっていただきたいなと思います私もこれを何年か前から意識してからもうこの なんか、人形地じまいだなやって言って、あ、ひがし、あの、屋しきみたいにセットになって覚えられるようになってきたので、ぜひ、あの、お天気情報も、この旧暦と合わせて見てみることをお勧めします。はい。今日はちょっと軽い感じで、人形地じまいの話をしました。はい。また、あの、チャンネル登録まだだよっていう方は、ぜひチャンネル登録お願いします。今日もありがとうございました。